こういうのはなんか顔がすっきりした。そうだ、難しいよね。いらっしゃいませ、森川自動車です。おじいです。あっこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かゆいで、目もなんかかゆいで。そうですね。そうなんですよ。それをどうにかちょっとしてもらいたくて。わかりました。腰もね、いつものようにあんまり良くないです。はい、はい、正直かゆみはですね、鍼治療はあんまりしないケースの方が多いんですよ。っていうのが、基本的にかゆい時って血流が良くなっている状態が多いので、はい、鍼をするとより悪化するケースがごく稀にあるんですけど、うん、まあ、ただ、まあ、やり方次第ですので、頑張ります、あこさん。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。文字めっちゃ良かった。もうこれだけでやばいもん。なんかこれもこう、これもこれもこれもすげえ、なんかチョコレさんもね、直してこうやったらこっちやったのにね。次どうぞ仰向けに。はい、膝下クッション入れます。はい、これはカンナロゴを入れていつ販売するんですか。ロゴ、うん、ね、これ前言ったもんね。足のクッションですか。うん、ロゴ入れて販売しないのかって。そしたら何て言ったんですか。売らんって言ったっけ、確か、うんうん、覚えてないですかね。結構顎周りもガチガチですね。そうなんですか。なんかね、食いしばりが強いって言われました、うん、歯医者さんで。あ、普通150とかやけど1500ぐらいって。何の音がわからんのか。何の施術だろうと思う。何がわかってるの。ちょっとズーンとしやすい、ね、はい。顔が赤いのも治るかな、これで。そうですね、ちょっと赤ら顔ですよね。そうなんですよ、うん、酔っ払ってるわけじゃないけど、ないけど、うん、なんかお話聞くと酔いが残ってるのかなみたいな。ちょっとあれだっていうこと。そうではなくて、もともとなんですよ。そうです、そうです、うん、結構鍼治療ですね、主査とか得意なんです。ちょっと赤ら顔のことを主査って言うんですけど、はい、うん、そういうの結構得意ですよ。続けられると改善してきます。本当ですか、うん、それは続けないかな、うん、体質とかがあるからですね。真っ赤っかですもん、いつも。日本ザルみたいな。そんな。響くとかなんもない。本当すご。本当すご。うん。コッペタ初めてかもしれない。あ、そうですか。はい、最初は削って、チョコレさんの本当なんですよ、嘘くさいね、本当。今は、それに息すると、ここ、胸もちょっと膨らんでるよ。ちょっとここ響きやすいです。はい。
ちょっと顎の、ね、噛み締め、顎周りが柔らかくなるようにしていきますね。はい、顎周りとか顔周りするとやってヒゲぐらい剃ってくればよかったね。ヒゲぐらい剃ってくればよかったですか。全然大丈夫ですけどね。ヒゲいきますね。やっぱりちょっと顔周りにちょっとむくみがあるので、ちょっと頭の方にも針しています。はい、はい、水を飲んだらむくまごとなるわけですね。そうですね、最初はちょっといつもと違う感じになるかもしれないですけど、継続して水取ってもらった方が体は楽になります、うんうん、はい、はい、水が足りないだけでもだいぶきついんですよ、体って。特に魚水玉の針もしているので、はい、お水を飲んでもらったら効果がより上がりますので、はい、針が見える。全然でもなんかこう刺されてる感覚ってほぼないよね。ほぼないよね。すげえ。じゃあちょっと顔にも演技していきます、ね。はい。はい、浦野さんのお腹のむくみとかも針でどうにかなりますかね。いや、これ内臓脂肪なんで。どうしようもなるんです。針出したらパーンってなりそうなぐらい。怖い怖い。お腹のむくみなんですかね。そうなのか。ちょっと先にここ電気上げていきます、ね。はい。電気感じたら教えてください。はい。来ました、うん、はい、来ました、はい、お、なんかすげえ釣ったような感じになった。じゃあちょっと加減ます。こっちが強い、こっちどうですか。大丈夫です。電気来てます、うん、あんまり そこですか。あ、来た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 、うん、こちらも来てる。そっちはわかんない、わかんない。あ、来て来て、え、あ、来てます、来てま す, 来てます、はい、はい、じゃあちょっとこれで来て、あ、来ました、来ました、うん、もう少しちょっと、うん、もうすげえ、こっち行きます、はい、うん、うん、うん、ここ上げていきます、はい、少し顎が動く感じ、ま、お、来ました来ました、はい、周りに
あ、来た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 、うん、はい、すごいな、なんか顔が自分の意思じゃなく勝てる動く感じですね、うん、いろいろ動かされよう。顎周りとかは結構ガチッと硬くなってたので、これぐらい動かしてあげた方がしっかりほぐれます、うんうん、はい、はい、ちょっと肩もうちょっとさっきぐらい戻します。はい、おお、お顔で今強すぎるとかそういうのないですか？はい、大丈夫です。では結構腕もですね、バチッときてるので、腕からも、はい、肩がほぐれるようにですね、はい、腕の方からアプローチしていきます。こういう風に持っていきたいのにね、戻りますもんね、内側にこうね、そうですね、はい、固まったわけですね。固まってるんですね。肩が凝りやすい状態に固まってるんですよ。へえ。自分自身は肩こりはないと思ったんですけどね、肩こりあるんですね。ありますね。動きが小さい。動きが小さい。こうですね。こう。こう。普段寝るときとかですね、できればこういうふうに親指が外向くように寝てもらった方がいいですね。どうしてもこういうふうに寝ると、はい、肩がどんどん前に巻いてきて、あ、そこそこそこ、こっちが縮んでという状態になって、はい、朝起きたときに肩が伸びてない状態になるので、はい、おお、でも顔と肩が、うん、自分の意思と反してずっと動きを、ほんと。結構日常ないことですよね、うんうん、そこは響いた。大丈夫ですか？うん、大丈夫。今大丈夫です。うん、ズーンときた。こう指がちょっとこう上がってるからですね、ちょっとここ響きやすかったかもしれないですね。このすねがずっと緊張しっぱなし。あー、なるほど、うん、ちょっとここも響くかな。今の一箇所だけ手に汗握る展開になってきた。一瞬で手に汗握る展開、うん、そんだけ固まっとったわけでしょ。そうです、そうです。常に縮こまってる状態なので、本来もう少し動くのに動けてないって言うんです。ああ。こっちはそうなかったね。こっちの分かってる、うん、あ、取られたかな。ちょっとちょっとここが響きましたね。松尾田道中記。そしたら止めていきますね。はい。
首を見ていきますね。はい、はい、もう浴びてだけで効いてくるんですよ、うん、あとはもう繰り返しような仕事やればもう繰り返しないとまた食べようって言うんですか。まあまあまあ、いいじゃないですか。ストレートネックになっとったとですかね。そうでもないですか。そうですね。ストレートネックなんですか。分からんです。分からんのです。この首の上の方に負担はかかりやすいのかなって感じがします。ああ、そこ気持ちいいですね。ここ、うん、上がきついかなって。ここが動くように調節して。はい。気持ちいいそこ。はい、お楽しみ様でした。はい、はい、でゆっくり起きてください。はい、よいしょー。あーしゃ。よいしょ。よいしょ。あ、背筋が伸びますね。うん。うん。違う場合全然。うん。背筋が伸びてよかったです。楽。で腰から見ていきます。はい。はい、腰ちょっと前にします。はい。あ、いけるんだ。上半身はこのままで、腰だけちょっと反らせる感じがしますね。はい、で後ろにターンして、これきつい、うん、うん、後ろがきついですか、うんうん、きついっていうか不自然、こうなる、後ろに倒れそう、不自然ですよね、うん、そう、うん、前さっきそっちが普通だったんですよ、うんうん、うん、まっすぐなりました。首にここにさっきちょっと線が入ってたんですけど、この線が薄くなりましたね。さっきもがっつり入ってたので、姿勢が伸びたので、はいはいはい、肩から動かしていきます。はい、はい、軽いですよね。うんうん、軽い軽い。上げたら釣り寄ったのに。釣り寄った、うん、そうですね。あ、全然いい、うん、耳まで行きますね、うん、で首、天井見るように上向いてもらっていいでしょうか。うん、めっちゃ見えるんじゃないですか。うん、後ろの角が見える。こっちが。うん、体の緊張は取れてるわけで、これぐらいはしっかり動きができるようになります。すごいね、ハリチすごいわ。あとは目の治療っていうことでですね、うん、まあどうですか、目の回復。目、そんな、うん、何もないっす。何もないっす、うんうん、せっかくなので、お顔をこう、うん、右手で触ってもらって、まあ、いつもとあんまり覚えてらっしゃらないかもしれない。うん、あ、いやでもなんかね、なんか違う、うんうん、あ、ちっちゃくなっとうよ、だいぶ。ちっちゃくなってます、うん、見てみましょうか、はい、目が、眉毛の位置とかが結構はっきりしたかなって思うんですね。あ、ほんとだ、凛々しくなったと思います。うん、だいぶ、なんかすっきりした。うん、ボクボクにむくんどったのにね。うん、フェイスラインも上がったかと思います。うん、うん、で、まあ、目の治療ということで顔の方の点検もしたんですけども、うん、そのやっぱ噛み締めるっていうのもあるということなので、うんうん、顎にもですね、うん、しっかり緩むように治療をしておりますので、今日はちょっとしっかり水分取って、はい、しっかり寝てください。はい、水分取ります。お願いします。はい、ありがとうございます。以上です。松尾忠道中期、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、チョコレさんがね、はい、遅刻戦やったらね、はい、俺が受けた極楽コースがチョコレさんやったのにさ、残念だね。今日はどういったコースなんですか。今日はその、まあ、症状が男性ヒルという目のその充血とお酒からのそのジンマシンが出てるっていうことだったので。え、お酒からジンマシン出るんですか。うん、そう、かゆいんよ。じゃあ酒飲むのやめましょうよ。それは難しいよって。ジンマシン出るんですよ。結局なったかは分からんけど、ただ今かゆいですって言ったら、ね、そうそう、うん、体を本当ね、痛まらないで。そう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 。そうね、でこれ細かいことは問い合わせしてください。はい、一番最適な料金でね、はい、選んでくれますんで。はい、よろしくお願いします。説明欄に貼ってますんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。シア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 。ほんまにさっと来てもらったら、水玉の写真でいっぱい変身感じしてもらった顔が、うん、いや、やられてると思ったもんこれって軽くないのかな、同じ、なんか水玉じゃん。